やるか、リングフィット。まあ、せっかく買ったからね。めちゃくちゃしんどいらしいけど、果たしてどんなもんなのかっていうね。でも CM でさ、ガッキーとかやってるじゃん。まあ、ガッキーがいけるなら、俺でもいけんじゃないのっていうのはあるけどね。リングコン、レッグバンド、左右のジョイコンを用意しましょわかりました。レッグバンド？う。レッグこんなんバン入っドてのた？準備です。な、なにこれ？こんなんつ画けんの？面を見ながら装着しましょはい。あ、ちょっと待って。ああ、でう。も、レッグバちンドょうどに確かに俺左今のこジんョなイ服コン装をしてしっるわ。かりと奥まで差し込みましょう。左のジョイコン？左ってどっち？あ、こっちか。これを、椅子あ、にこれ座ね、りレッグまバす。ンド。これ、あ、待って待って、早いわ。ちょっと早いです。レッちょっグと待っバンて。ドを左のはい。太ももの中こ心れに入れ合わせまた。す。いや、ここいるかな？中 心ここかいららんよずれな、ない別ように。に動注画意して的くにだは。さい。リングコンの完成です。いや、これすごいよね。これで、うわ、結構硬、これ。あ、マジで？すっごいプルプルするんだけど、これ。これ押し込んだら。装着ガイド、リングコン押し込んでください。はい。あ！ これきつい。もうこの時点できつい。押し込んでスタート。こう？ああ！ いや、これやばいな。ちょっと待って、もう 出だしでもう、やばいんだけど、俺。昆虫博士でやるか。昆虫博士で。昆虫博士で始めます。こんにちは。はい、こんにちは。これさ、決定のために押し込まないといけないんだ。リングフィットアドベンチャーようこそ。あ、どうも。よろしくお願いします。これから冒険をしながら、楽しくリングフィットネス。はい。突然ですか。ちょっと待って、めちゃくちゃ押させるじゃん、これ。リングフィットネスをする上で大切なことがあります。はい。それは正しい姿勢で行うことです。同じトレーニングをしているつもり。ちょっと普通押せ、押す、押すのやめてくんない？これ。姿勢を間違えると効果半減です。姿勢？ではここで正しい姿勢のプロをお呼びします。ちょっともう疲れてるんですけど。結構心地いい疲れがあるんだけども。紹介します。身振りさんですわ。誰か来た。あ、こんにちは、どうも。袖に控えてたんだ。身振りさんは正しい姿勢を実演してくれます。はい。正しい姿勢を身につけると、より質の高い効果が期待できます。やったー！ありがとう、身振りさん。身振りさんを真似して効率よくリングフィットネスしましょう。したーい。ちょっと待って、めっちゃ押させるじゃん、これ。いや、だから硬いんだって。身振りさんを真似してカーソルを上下。どういうこと？あ、こう？あー、なるほど。これで上下なんだ。なるほどね。できました。できたわ、これは。また押し込むの。いいですね、その調子です。はい。同年代と比べると、あなたは普段どれぐらい？いや、全然してないと思うね。だってさ、普通に俺さ、階段をちょっと小走りで上がると運動、筋肉痛なるからね、翌日。ちょっとした階段。全然運動してないですね。してないと思います。どれぐらいハードなフィットネスを？いや、まあでも、せっかくやるなら、せっかくやるのはもうガチンコ？ガチンコで行きたいな。ガチンコで。かなりのきつさなので覚悟を持って。任せろい。次はリングコンとレッグバンドをあなたの力に合わせて調整しましょう。はい。どういうこと？これ、あなたの押し込む力、引っ張る力に合わせて、フィットネスに最適なリングコンの力設定を行います。おう。はじめ、押し込む力です。これから表示されるお手本の真似をしましょう。押し込む力の設リング定？コンを両手で持ち、はい。前に向けましょう。はい、前に向ける。全力でリングコンえ？を内側に押し込んでうください。わー！ちょっと待って。全力？いや、無理無理。身振りさんみたいにできない、これ。いや、俺、こんなできないよ、こんな風に。もう！ちょっと待って。いや、無理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 。あっ！くあーよし。続いて引っ張る力を測定します。はい。表示されるお手本の真似をしましょう。はい。
引っ張る力、両手で持ち前に向けましょう。引っ張る力ってなんだ。全力でリングコンを。はあ、マジで。待ってください。おお、うおお、マジで。え、てか今の基準されたとかじゃないよね。今の基準されたマジきついんだけど俺。あのガチで全力だよ今の。あなたの走り方に合わせてレッグバンドの説得な。はい、まずは軽めのジョギングの測定です。はい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 。お手本の真似をしましょう。はい、足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。軽くジョギング、その場で軽くジョギングをしてください。あ、はい、あ、これでいいの。あ、すげえすげえすげえ。へえ、あ、こんなんでいいんだ。速いジョギング、はいはい。騒音や振動には十分。結構もう騒音は出してる気がするけどな。もう仕方ないよね。リングフィットやってたらみんなこういう声出るよ。足を軽く開いてまっすぐ立ちましょう。はい、早めのジョギング、その場で早めのジョギング。うおー、すんやー、これ。よし、ジョギングじゃないな今の。めちゃくちゃ走ったわ。その場で。今からダイナミックストレッチを始めます。もうすげえ、こんなんあるんだ。いやもうストレッチ前に結構疲れたけどな。40ぐらい使ったな体力も。それではミュージックスタート。はい。身振りさんに合わせて動きましょう。合わせて動く。3、2、1。何すんの身振りさん。膝を交互に上げリングコンにタッチしましょう。ああきつい。手首にならないように気をつけましょう。え、これ振動。ラスト1回。はい。え、マジで？これウォーミングアップなの？次はかかと上げ。え、結構きついこれ。はい。ちょっと待って。痛い。内もも痛いこれ。意識しましょう。はっ。ラスト1回。うう、はい。OK です。続いて背伸ばしストレッチ。マジで象の出産みたいな声出るわ。大きく踏み込んで腰を落とします。マジか。いや。膝が前に向かうように気をつけましょう。いや、こんな力んでやるもんじゃないな。ウォーミングアップってなっても。だってこれ軽い準備運動でしょ。だって1回ずつ、はい、はい、はい、規制大会みたいな。最後は足を開いて体側ストレッチって何。リングコンを持ち上げて、はい、体を横に、こういうやつね。体が後ろに反らないように注意しましょう。ちょっとこういうの久しぶりになるとマジでしんどいな。息を吐きながら。え、なにこれマジでさ、なんか高校とかのさ時の運動会のさ、あの準備運動あれぶりだわ。ラジオ体操的な動きだもん。こんなしんどいわよ私。お疲れ様でした。ダイナミックストレッチお疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと待って、もうだいぶしんどいんだけど。マジで今から。うわ、何これ。あ、こいつが主人公なんだ。なんかめっちゃ疲れてもあんま喋るけど。眉毛がね、こいつ眉毛なのか、それとも。うわ、何これ。あ、これリングコンじゃないね。絶対リングコンだよね。同じ形してるもん。めちゃくちゃこいつフィットネスウェアだな。こんなところ、どう、異世界転生したのか、こいつは。こんちは。絶対違うだろ。絶対職業それじゃねえよ。ここで申すのかよ。いや、絶対こいつ、いや、こんちは博士なのかな。まあ、確かにフィールドワークに筋肉は必要そうだけどさ。そう、お前だ、こんちは博士。こいつこんちは博士だったのか。ここから俺を出してくれ。俺？あ、なんか封印されてるんだ。ええー。あ、こんちは博士が。え、なにこれ。異世界転生したのかな、こいつなんか。やっぱ。服装がめちゃくちゃ現代のフィットネスだもんな。そうっぽいの。多分トラックに引かれたんだろうな。このままでは世界が大変なことになる。うん。え、なに？世界が大変？え。あ、ここやんの？あ、すげえ、これ俺の動きに連動してる。こういう。うん、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 う
うわー、まだかよー、よっしゃー。オッケー、ちょっとこれマジでしんどいんですけど。これ、あれ見たい、あの蛍光灯のあれ見たい。真っ赤なやつ見たい。すみません、あのいつもみたいに喋れないです、これ。疲れてます、もうだいぶ。え、何、なんか出た。君、大胸筋すげえ。うわ、何これ。え、悪いやつじゃないの。変態じゃねえか。まんまと騙されおって、間抜けのやつだ。騙された、昆虫博士が。まあ、昆虫以外のことはからっきしだろうからな。いまいましいリングめ、この俺をあんなところに閉じ込めやがって。あ、こいつが。なるほどね、悪いやつが封印されてたパターンね。俺の力はもうすぐ完成する。もう誰にも邪魔はさせん。おい、博士どうすんだよ。学会追放か、これ。あ、飛んでいっちゃった。ちょっとさ、休憩できると思ったんだけど、全然そんなことない。これ押し込みで進めないといけないからさ。待って、ドラゴン。あいつドラゴっていうの？え？あ、それ。あ、脅かしてごめんよ。あ、すげえ、リングが喋ってる。あいつはドラゴン。あ、フルボイスだったよ。闇のオーラを放つドラゴン。ドラゴン、あ、ドラゴンになったの。ちょっと筋肉が人間的すぎて全然わかんなかった。あんな力残っていたなんて。これ、うわ、顔ついてる。これからよろしく。昆虫博士、なんで昆虫博士をパートナー選んじゃったのかな。まあこいつしか、こいつしかいなかったっていうのはあるけどさ。よし、やるか。1の1。1の1の1ってことね。なるほどね。1の1。こういうの好きだな、任天堂って。なんか、ゼルダの祠とかさ。わー、すげえ。なに、リングフィット持ってる、石像が。へえ、あ、グラフィックめちゃくちゃ綺麗。お、やってる。ゴールを目指そう。はい。いや、ちょっとさ、俺、マジこんな。さあ、行こう。え、あ、ジョギング。あ、すげえ。あ、すごいすごいすごい、これ。え、止まったら？まずはそこまで。お、止まる。え、すごい。あ、これ、これ結構感動するな。あ、実際にこうやって歩くんだ。なるほどね。あー、これしんどい。ちょっと待って。押し込み？うん。え、何？あ、なんか出てる。デンジローかよ。デンジローがやってるやつ、これ。え、これ何？鹿撃つの？鹿撃つのかな？あからさま撃ってほしそうだよね。当てた。あんまねえのかよ。やった。あ？うん。いや、やってるやってるやってるわ。こうでしょ？あ、箱がある。何これ？あ、はい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 。クラッシュバンディクみたい。なんかもらえるんだ。黄色のね。なるほど。えい、よっしゃー。よーい、行くぜー。狙いにくい時は、ああ、え、はい。僕を下に向けると、うん、元に戻せるよ。あ、なるほど、下に向けて、はい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 。なんかよくわかんないけど、こういうこともできるわけね。扉が見えてきたね。扉、ああ、これか、扉。ありますね。これどうすんの？あ、押し込み？うわ、うわ、うわ、よし。いや、ちょっと待って、これ、マジしんどいんだって。ちょっとマジ、これさ、これやってるだけでしんどいわ。ジョギングしてるだけでしんどいんだけど。お、段差があるね。段差？どこ？僕を下に向けて押し込んでみて。はぁ？おぉ！すごい。ちょ、めちゃくちゃ押し込むじゃん、これ。え、すっげえ押し込むじゃん。すっげえ押し込ませるじゃん。いやぁ！やばい、これ真摯に、これ、これマジ、これ痩せるわ。これ痩せますわ、マジで。確かにこうやってたら痩せるわ。そう、いいね。もう、やすいよ。マジでさ、腹殴られたご飯みたいな声出るわ。みたいな。まだ？ちょ、長くね、遠くね。早ー。いや、もういいよ、アイテムとかも。
まだ？ちょっと遠くない？ちょっと遠くないですかね？ゴールどこ？これ早く帰りたい。もう帰りたい。もう帰りたい。あ、なんかある。あ、ちょっと待って。何？僕を左右に強く引っ張る。やだー、全部吸い込んじゃおう。無理。むちゃ言うなお前。いや待って、15分さ、なんかやらされてんだよもうすでにさ。その上でさ、あ、吸えって。あ、こういうことね。はいはい。これ何、これ何、これ何。あ、やったー。さあ、ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。ちょっと待って、ちょ待って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 、俺のペースでやらせて。ちょっと待って、膝、はい、全身を伸ばして。ああ、ビクトリー。全然そんな爽やかな感じじゃないんだけど。脈拍を使って、ああ、しらしら、こんなんできるんだ。やろう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 、調べ調べ調べ、はい、ああ、そういうことね。はいはい。あ、これ脈拍使うわけね。またえ、これどうな。え、結構いってんじゃん。結構激しく脈打ってんじゃん、俺の脈。嘘。いや、そんなことねえよ。いや、軽くないって。え、めっちゃ疲れたんですけど。何言ってんのこの人。よし、行くか。行くぞ。いや、このさ、これ走ってんのが、走るのがしんどいのよ。なんか手下がいるっつってたな。なんかこれバトルもすんだよね。バトルも。僕を下に向けて。はい。押し込み続けてみて。いや、これ結構しんどいぞ。あ、これ取れって。うわ。これ取るのね。おお。ああ、うわ。俺の方がモンスターなんだけど。あ、何あれ。は、何これ。これモンスターじゃないの。うわ、バトルだ。あ、こんな RPG みたいなバトルなんだ。やっぱり現れたね。なんだよこいつ。モンスターファームで見たぞこんな。フィットバトルでしか攻撃できないんだ。フィットバトル、何それ。なんすかフィットバトルって。でも安心していいよ。何が。なんか、いや、でももう名前からして不穏なんだけど。安心できねえんだけど。フィットバトルなら。うん、フィットバトル、僕に任せて。うん、なんだよ、すげえ目輝いてるじゃん。フィットバトルはいわば運動エネルギーのぶつけ合い。運動エネルギーって、いや、まあわかるけど、まずは何ぶつけ合いって。あいつをやっつけよう。はい。え、どうやって、何すんの、何させられるのこれ。フィットスキルを使って敵を倒そう。あー、ここで運動すんだ。フィットスキルを選んでリングコン押し込もう。はい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 。スキルを選んで攻撃だ。うわ、え、マジで。なんかめっちゃあんだけど。どれがいいのこれ。スカット、いや絶対しんどいわこれ。しっかり運動するほど威力が上がる。例えばスクワットなら膝をしっかり曲げる。マジで言ってんのこれ。なるほど、とりあえずやるか、スクワット。いや、なんだよこのバカのバトル。よし、行こうか。うんだちょっと待って。膝は前に出さずにもっと腰を落とそう。え、これ何回やんの。待って待って、これ何回やんの。待って、これ何回やんの。あっ、けっ、よくなった。よし、ちょっと待って、全然聞いてないんだけど。
え、全然聞いてねえ。うーっ、うそ、これあと15回、これマジ、あのスタン回数ってあと何回やるかのこと。いや絶対そうじゃん、あと14、やめえ、だって死ぬってマジで。あー、全全然聞いてねえ。うーん、完璧。待って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 、これこれ膝にくる、めっちゃ、ちょっと待って、めっちゃ膝の関節が痛い。膝が死ぬ、膝が死ぬ、膝が死ぬ、膝が死ぬ。うん、イエーあー無理。ちょっと待って、膝がめっちゃ痛い、膝がめっちゃ痛い、これどうしたらいいの。ちょっと待って、膝が痛い、膝が痛い、膝が痛い、無理よ、なんでよ、ちょっと待って、ベッサス無理だって。あー、膝が痛い、あー、膝が痛い、ちょっと待って、みぶりさん膝が痛い、みぶりさん、みぶりさん、ちょっと膝が痛いよ。よしよし、自分追い込んでいこうって、もうめっちゃ追い込んでんだけど俺、もうすでに痛い痛い痛い、膝痛い膝痛い膝痛い、ちょっと待って、スクワット無理、スクワット無理、待って、うん、なん、めちゃめちゃ次やる。何すんの、何すんの、何すんの、腹筋ガード、何これ、いや何これ、マジ、息を吐きながら、はあ、に力を入れて、おお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 どれどれ、次、あ、なお一回やったやつを選べないんだ、これやる、うわこれしんどそうだな、でも足よりはマシだ、足が今来てるからかなり、腕か、うわこれ絶対しんどい、やりたくない、やりたくないよ。素晴らしい。ちょっと全然ダメージがないこれ。近所の人に勘違いされるわ、なんか。マジでー、まだあんの。君の成長。ちょっと待ってー、ごめんなさーい、もうしないですから、もうリングヒットするとか言わないですから。ああもうしませんから、許してくれはあはあ、やだ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 、嘘嘘嘘、やだやだです、嘘だろ、ちょっと待って、マジで、やだー、いやだもうやだ、
これで。いやもうじゃあやるよ。いやまじ死ぬぞこれ。死人が出るぞ。あ、座ってんの、座ってんのマジで。ありがたい、ありがたい、座ってんのマジありがたいよ。はあ、はあ、でやってますよ。よし動こう。うわぁ、うわぁ、よしよし、はあ、素晴らしい。あーでもマジこれ、あの押すやつに比べたらめちゃくちゃマジ。あーよしっけ、あー結構マジだこれ。でも座れる、座れるのありがたいマジ。あーこれしんどい。あーなんか、なんでよ、はぁ、あちょっと待ってめっちゃ腰に来るこれ。いやどんどん行こうかじゃん、お前し殺すか。これベースアップシステムはでしんどいわー。いいね。あーあーあーあと3回きつい、オッケー、きついよー。ラスト1回、おおよくやりきった。あ焦らないで立ち上がろう。腹筋ガード、まだ早いよ、ちょっと待って。こうね。いやこれ何、押し込むとき足は軽く曲げて、はい、はいよ、えそーらいじゃ、よし、あこれ楽だわ、これ結構楽。これやるか、椅子のポーズ。これしんどいかな。あこれ楽そうじゃん、あこれめちゃくちゃ楽そうじゃん。うん、やる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 、え、これめっちゃ楽そう。これしんどいのかな、え、これしんどいのかな。あ、ちょっと待って。待って。ゆっくり倒そう。はぁ、待って、足が、足に来てる、めっちゃ足に来てる、あーめっちゃ足に来てる、ミムリさんめっちゃ足に来てる、ミムリさんミムリさん助けて、めっちゃ足に来てる、めっちゃ足が痛い、めっちゃ足が痛い、ミムリさんめっちゃ足、助けて、助けて、はぁ、待って、待って、あ、できてて、あ、いや、ちょっと、うらたー、あぶね、ちょっと待って、めっちゃ足が来た。めっちゃ足が来た、これ。さあ、倒したぞ。でも倒したよ。やったー。普通に汗かくんだけど。普通に汗かいたんだけど。めっちゃある筋肉の種類。これ、だんだんきつくなってくるってこと？いらねえ、スキル。新しいのいらねえ。いや、問題あるわ。問題ありありだわ。お前やれよ、マジでよ。お前何見てたんだよ、今までよ。お前がやれ。はあ、はあ。これ取った方がいいんだろうな。あ、やった、ゴールだ。やったー、勝ったー、腰を下げて、はい、伸ばして、あービクトリー。いや今回結構いったでしょこれ。いや絶対結構いってる。いやだって普通に汗かいてるもん、普通に汗かいてるもん。すごい汗が頬を伝う感、なんかこめかみの変化、ツーって書いてるもん、汗が。え？あー待って、やり直してなって。いや、汗がすごい。ちょっと待って、待って。手が震える。これぐらい？あ、いいじゃん！あ、いいじゃん！え、どうなんこれ？結構来てんでしょ、これ。え、結構来てんじゃないの？え、結構来てんじゃないの？どうなん？いや、なんでよ。いや、めちゃめちゃ疲れてんだけど、え、これさ、次回から反映されるんでしょ、今回の軽い運動だったなって、こいつにとっては。いや、全然軽くないんだけど。え、ちょ、こういうところもガチンコ、いや、めっちゃカロリー消費してんじゃん、そんで。いや、めちゃくちゃカロリー消費しましたよ。仕上がってきたね。うるせえ、マジ。
やっぱり習うより走れだね。いやちょっともう走りたくないんだけど、もうやめてほしい。ドラゴンはまだ昆虫博士の力を知らないし、うん、油断してるはずだよ。いやあんなムキムキなやつ、それは俺みたいに広がり見たら何こいつって鼻で笑うわ。全然脅威に感じないだろそれは。ちょっとま終わっていいですかもう。いやちょっともう終わりたいんだけど。え、ちょっともういいっすか、もう体力限界だわ、ちょっともう無理したく。ああ、ほんとほら言ってくれてる。うん、今日はここまでにして、ここまで。いやちょマジできつい、これマジできつかった、リングフィット。ちょガッキーマジでなんでこれあれ平然としたことやってんの、 CM ガッキーマジやばいな。